フォースタン、エドモンド・ウィルクスは、アメリカ合衆国の軍人。アメリカ合衆国の配置占領に際し、海兵隊員の一人として、ハイチへと派遣された。1926年7月18日、イスパニョーラ島の北に位置するゴナーブ島にて、ゴナーブをフォースタン2世として退官し、海兵隊の命令で帰国する1929年まで、ゴナーブ島を統治した。 公式の経歴によれば、ウィルクスは1896年に、プロイセン王国東部の田舎町、リピンにて生を受けたとされているが、一方で、米国税幹部が記録した多数の乗船者リストでは、彼の正しい生誕地をペンシルベニア州、ピッツトンとしている。ウィルクスと両親は、同州ウィルクスバリの北西に位置する炭鉱の町、デュポンに今日構え、彼はここで育った。 11歳になると、ウィルクスは家計を助けるべく、自らもブレーカーボーイとして働き始めたが、同時に、デュポンの街の外にある、スリルと生きる喜びに満ちた世界への憧れを、募らせていった。成長したウィルクスは、やがて炭鉱内での採掘業務に割り当てられた。17歳になると、ウィルクスは家を離れ、スクラントンの母兵事務所を訪れた。当時、ベラクルス占領における、 海兵隊の働きが新聞を賑わせていたこともあり、彼は海兵隊に志願した。1915年2月23日、ウィルクスバリにて海兵隊への入隊手続きを行った。ゴナーブ島の一パリスアイランドでの訓練の後、ハイチに駐屯する第一全身基地旅団に配属された。以後のおよそ1年間を比較的安全な首都ポルトープランスでの勤務に費やした。 ウィルクスはハイチに向かう、走行巡洋艦テネシーの甲板から初めてゴナーブ、島を目にした。島について、歌手館に尋ねると、不可解かつ短い返答があったという。歌手館はウィルクスに対し、運が良けれゃ、これ以上近づかなくて済む。海賊の時代以来、白人はあそこに踏み入っていない。駐屯地はあるが、派遣されて戻ってくる奴は、ほとんどいない。戻ってきた奴も、 精神病院に送るしかなくなってる、あそこはブードゥに満ちた島だ。それ以上は神のみぞ知る、だと語った。同年、トラックから落ちて腕を折り、療養のためアメリカ本土に送り返された。その後はキューバ勤務となり、軍曹としてハイチに戻ったのは4年後のことだった。1919年4月からの2度目の派遣では、カコス反乱軍に対抗するべく編成されたハイチ。 防衛軍に出向し、中尉として、現地人招待を指揮することとなる。1920年1月から6月まで、防衛軍のラカイへ文献隊にて文区長を務める。この職の任務には、ゴナーブ等の支配も、名目上は含まれていた。ゴナーブ等の神秘に魅了されていたウィルクスは、同等への派遣に参加したことのある海兵隊員を探したものの、彼らの中にも、 内陸まで踏み入ったものはなく、島に関する情報は、ほとんどなかった。ウィルクスは、同年3月に、一晩だけ島を訪問し、その後に派遣任務に志願した。この阿ブ島に関する最初の任務は、防衛軍が逮捕した、ハイチ共和国に対する犯罪及び、警備なブードゥ関連犯罪の容疑者を評価する、ことだった。この容疑者の中に、背が高くて、肉付きの良い、 デメメンネという女性がいた。一見して地位が高い人物と思われたため、ウィルクスは彼女がポルトープランスでの裁判に際し、寛大な措置を受けられるように取り計らった。彼女は、ウィルクスと会った後、また会うことになるでしょうと言ったと伝わっている。また、ポルトープランスへの移送後も、ウィルクスの寛大さを称賛していた。2ヶ月後、ウィルクスは再び島を訪れ、 この数世紀内で島の内陸へと踏み込んだ最初の白人となった。内陸部では奴隷としてアフリカから連れてこられた最初の島民が持ち込んだカボチョウ製が依然として存続していた。彼らの集落でティメメンネと再会したことでウィルクスは彼女が島の女王であったことを知った。島を離れた後ウィルクスは再び派遣を志願した。この島が 世界の果てであると考えていた上官は、腕利きの可視官との評判もあったウィルクスがこの任務に志願したことに驚き、また肩をすくめながらも、最終的にこれを認めた。1925年4月、ゴナーブ等の上中司令官たる肩書きを与えられた、ウィルクスは、再び島を訪れた。ウィルクスは、島民と触れ合いつつ、彼らの信仰や風習との摩擦を生まない形での、 段階的な改革プログラムの実施に着手した。当時、島には1万2000人ほどの島民が暮らしており、ウィルクスは28人の現地兵だけを引き、治安の維持や改革の遂行といった任務を果たさなければならなかった。この職にある間、ウィルクスは蔓延していた汚職を撲滅することで、税収を数千ドルも向上させ、島の農民たちが公正な税査定を受けられるよう、取り計らった。 ゴナーブ島における最初の飛行場の建設及び最初の人口調査、農業に関する教育及び近代化もウィルクスによって行われた。司令官としての功績で島民の信頼と尊敬を勝ち取ったウィルクスは、やがてティメメンネ女王が率いるブーリュー京都のグループに加わることを許された。島に暮らし一年半ほどが過ぎた頃、彼は女王の家へと招かれ、 ブーデュ教の秘劇に参加した。そしてこの儀式において、ウィルクスの王としての体感が宣言されることとなる。この背景には、彼がティメメンネ女王をはじめとする島民に尊敬されていたことに加え、ハイチの全皇帝ホースターに一世に関する迷信が関係している。島に伝わるところによると、 ホースタン一世は同じ名の子孫がやがて王として島に戻ると言い残し姿を消したとされており、島民からはリテッペビに、すなわち、来たるべき者と呼ばれていた。1926年7月18日の夕方、ウィルクスのために特別に作られた王の呼び声が太鼓で奏でられる中、儀式は始まった。かがり火に照らされる中、寺院から現れたウィルクスの額と手首に、 池にの鳥の地で模様が描かれた。そして、頭上にフォースタン一世の王冠が乗せられた。この時、ウィルクスは単なる歓迎の儀式か何かに過ぎないと考えおり、自らが王となったことを知るのは儀式後のことだった。その後、フォースタン二世はティメメンネ女王と共同で三年間の統治を行った。フォースタン二世は迅速ながらも寛大な裁きを行うことで知られた。 フォースタン2世のもと、ゴナーブ等の統治は、ハイチの他の地域よりもスムーズかつ、非暴力的に進められた。1928年、ルイ・ボルノ大統領が初めてゴナーブ島を訪問した。ボルノは、フォースタン2世が成し遂げた、改革の成果に感銘を受けた一方、彼が、島民から王とみなされていることに不快感を示した。フォースタン2世による知性は、 帰国が決定した1929年に終了した。1931年2月、アメリカ本土に到着した。ウィルクスは海兵隊員として、1918年には五町、1920年には一等軍曹に昇進している。1931年、一等軍曹として海兵隊を退役。退役後はハイチでの体験に基づく講演や、 執筆活動を行った。1938年には、リバティ氏にもしもアメリカがハイチに介入するのならという記事を寄せている。この中でウィルクスは、ドミニカ共和国のラファエル・トルヒーを大統領によるハイチ人虐殺を非難するとともに、ハイチとドミニカの戦争を阻止して、イスパニョーラ島に安定をもたらすためにもアメリカが介入し、 再び海兵隊を派遣するべきであると訴えた。1939年、予備役から現役に再編入され、母兵事務所に配属される。その後、夏季海兵まで勤めた。1944年、ノースカロライナ州、チャペルヒルの海軍飛行前訓練学校に、航空機重視教官として配属される。1945年1月頃から病に倒れ。 長い闘病生活の末、10月8日に、ブルックリン海軍病院にて死去。遺体は、バージニア州アーリントン国立墓地に埋葬された。死去の時点で、家族は、妻と息子一人があった。息子のフォースタン、E. ウィルクス・ジュニアは、後に海兵隊員となり、ヘリコプターのパイロットを務めた。ウィルクスは、自らの配置での経験に基づく、自伝的な書籍、 ザ・ホワイト・キング・オブ・ラゴーナブ・ザ・ト g o n a b ー h e True Story of t h ンス・フー・アズ・クラウンドキングオンエイブードゥアイランドを、タニー・ダドリーと共に着し、ウィリアム・シーブルックが全文を寄せた。1931年、ダブルデー、ドラムカンパニー、インクから出版された。シーブルックは、ウィルクスの派遣中の暮らしを題材にした、書籍、ザ・マジック・アイランドも書いている。 1933年、ウィルクスの物語を取り上げた、中編映画、ブードゥーをソルレッサーが制作した。ありがとうございます。